どうもこんにちは、松井塾の松井です。七代将軍ということになるんですけど、七代将軍足利義勝ということになるわけなんですけれども、七代将軍足利義勝が、早くちょっとお亡くなりになっちゃって、最終的に八代将軍の足利義政になるわけです。はい、この足利義政がこれが要するに大変な問題を引き起こす引き金になってしまうんですが、それはまた別の話ということです。はい、というわけで七代将軍足利義勝がいて、そして八代将軍の足利義政になっていく。はい、ここからが要するに、トラブルの元ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。